トレッドミルとは屋内でランニングやウォーキングを行うための健康器具。ルームランナー、ランニングマシン、ジョギングマシンなどとも呼ばれる。また歩行用の低速のものはウォーキングマシンとも呼ばれる。屋内で有酸素運動を行うことを目的としている。ベルトコンベア状の踏み台をモーターの力で動かし、速度が調節できるようになっている。機種にもよるが、一般には 以下の機能を有している。スポーツクラブに設置されている。各人のペースに合わせて、有酸素運動ができ、送信や持久力向上に役立つ。筋力トレーニングほどの強度はかからないため、筋肥大の効果は期待できない。家庭用は10万円20万円、業務用は100万円250万円で、その中間の価格帯のものもある。家庭用は、 小型軽量化が優先されており、モーターの耐久性が劣っていたり、連続使用時間に制限がある場合が多い。1817年、ウィリアム・カビットは、刑務所に収監されている犯罪者の強制のために、トレッドミルを導入した。1954年、ワシントン大学のロバート・ブルースとウェイン・クイントンが、心臓や肺の疾患を診断するためのトレッドミルを開発した。 このトレッドミルが初の医療用のトレッドミルである。1968年、ケネス・クーパーはエアロビクスにおけるトレッドミルの利用価値に関する調査結果を発表した。この調査は議論の的となり、商用の家庭向けトレッドミルの開発を後押しすることになった。ISS のコールベアー、アメリカ陸軍調査研究所にて、ありがとうございます。